西方大関ことにかぜ、札幌出身たくべ、東方大関えりもみさき、えりも町出身日高べ。さあ大関決戦ということになります。こちら画面ご覧いただきましょう。ことにかぜがこのところなかなか状態が良くなかったということもあってか、3対2、襟裳岬がリードという状況でありますけれどもね。さあ浴びせ倒せるか、左の襟裳岬、右大関ことにかぜは優勝戦線残れるかという重要な一番です。制限時間いっぱい、両者目あって今日のぐらいぶつかります。さあ浴びせていくのは襟裳岬だ。襟裳岬が浴びせていく、これを引いていくのはことにかぜでありますが、引いていく、しかし浴びせ倒し、襟裳岬の勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して襟裳岬の勝ち。この瞬間横綱大関陣の今場所の優勝はなくなっています。解説海坊主さんです。というところでしょうか。そうですね、まあ、最近ことにかぜ襟裳岬をね、苦手としていたところもあるんですけれども、もうちょっと引ければ今襟裳岬のね右手が先につきそうだったので、惜しかったんですけれどもね、まあ、襟裳岬も最近調子いいので、まあ、しょうがないかなという一番でしたね。襟裳岬勝って勝ち越しです。5勝3敗、ことにかぜ敗れて5勝3敗です。横綱大関陣、まあ、横綱に至っては休場ですからね。そうですね、今場所はちょっと振るわないですね。いやー、こうなると久々の、まあ、平幕優勝があるのか、あるいは小結び東くんが踏ん張れるのかという、そういった状況になります。8日目の結びです。西方大関札幌関、札幌出身百合ヶ原庄兵衛、東方関脇利尻富士、利尻富士町出身利尻富士部屋、本日結びの一番であります。さあ結びです。8日目の結び、右の大関の札幌関は4勝3敗、左の利尻富士が4勝3敗です。ちょっとそういう意味では寂しい結びになってしまいましたね、海坊さん。そうですね、まあ、ただどちらにしてもですね、まあ、ここの一勝、勝っておきたいというところはある。そうですね、利尻富士はご覧の通り4勝3敗です。対するこちら札幌関が、同じく4勝3敗という、そういった状況であります。まあ、どういった相撲を期待しますかね。まあ、札幌関は間違いなく浴びせ倒してくるでしょうし、まあ、それをね利尻富士、まあ、投げていくのかいなしていくのかという一番になるでしょうね。まあ、札幌関、まあ、今日の調子に関してはもう本当にもう今でももう今すぐ浴びせていくぞというような体勢になってますのでね、すぐ浴びせていくでしょうね。左利尻富士、右は大関の札幌関、結びの一番8日目、制限時間いっぱいです。よしもやって、今日のぐらいぶつかりました。浴びせていく両者ですが、浴びせていった札幌関です。札幌関の勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して札幌関の勝ち。
勝って札幌関が勝ち越しを決めています。解説の美穂さん、まあ今日は札幌関らしい、はい、そうですね、まあ利尻富士もね一瞬ちょっと応戦していったんですけれども、まあ札幌関に関してはちょっと利尻富士なら引いていった方が効果的だったかもしれないですね。勝って札幌関が5勝3敗勝ち越しです。敗れて利尻富士は4勝4敗で千秋楽ということになります。牛乳パックで紙相撲、平成23年1月2月場所8日目の取り組みを終えまして、現状トップ田野ちゃんのね一番だったんですけれども、横行っても足が待っているっていうところを見たら本当に資格がないので、まあこのまま行くんじゃないですかね東くん。さあ東くんが悲願の初優勝なるのか、あるいは2敗勢が踏みとどまることによっての、まあ、人数の多い優勝決定戦があるのか。そうですね大変なことになりますね2敗勢まで行くとねもう数え切れない状況でありますが、果たしてどうなるんでしょうか。優勝決定戦があるのかないのか、どうぞご期待ください。千秋楽は、生放送をご覧の方にとっては来週の火曜日15日ということになります。どうぞご期待ください。ここまでの実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。今日の会場は札幌市北区篠野にあります木田商店ハッピールームより中継でお送りしました。千秋楽の取り組みでお会いしましょう。さようなら。